兵庫県立三木山森林公園は、兵庫県三木市にある面積80ヘクタールの広大な森林公園。自然と触れ合う場として市民に親しまれており、公園内に点在する広場や音楽ホール、会議室は市民の文化活動やスポーツレクリエーションの場になっている。三木山森林公園は、兵庫県三木市福屋座三木山2993年5月23日に、 開園した森林公園。甲子園球場の約20倍、81万平方メートルある。森との触れ合いを深められる、よう散策、レクリエーション、自然観察、隠し体験活動などを楽しむことができる。主な利用者は、高齢者から家族連れ、保育園児から一般グループと幅広い。また、 小学校の課外活動や企業の福利構成事業の受け入れも行っている。園内には森の文化館、森のクラフト館、森の研修館、茶室などの建築物や広場、上池、下池、展望休憩車、森の衝撃場、ハイキングコース、第1、第2、第3駐車場が整備されており、車椅子やベビーカーが通行できる、ユニバーサルトレールも総延長で、 約2500メートル整備されているので安心して散策できる。車椅子が使用できるトイレも園内に6カ所設置されている。2011年1月23日には公園内に森の風美術館がオープンした。2012年度に閣議決定した生物多様性国家戦略では里地里山の保全活用に向けた取り組みを推進していくことになり、 環境省から2015年12月18日に全国500カ所の選定結果が報道発表された。三木山森林公園も、生物多様性保全上重要な里地里山に指定されている。三木山森林公園付近の地図。ありがとうございます。